どうも、こんばんは。俺気づいちゃったんですけど、前澤さんから500円もらったけど花火と変わんないっていう。花火もね、みんなが買う金額は1000円ちょっとかもしんないけど、僕には500円っていう、だから実質花火と一緒ですよね。まあぶっちゃけ花火の方が換金できる分いいんだろうけど。だって前澤さんからの500円ってなんかそのなんか寄付タウンっていう中の電子マネーみたいなもんなんでしょ。しかもその電子マネーの使用用途もどこまであるか知らないしさ、前田さんから10万もらった。え、マジで10万は取っとんすか。マジで俺500円だったよ、俺500円だった、うわ、もうクリスマスイベント20位になっちゃってんじゃん。ちょっと前まで10位とかだったのに、ちょっと前っていうか昼間か。あ、いいね、どうも。LINE してる人が全員応募して500円で計算したらいくらかわかる。あなた頭悪いでしょ。しかも5時ってるし、まあ、別に5時ぐらいはいいのよ、ミスがあるから。あ、いいね、どうも。全然ダメじゃないか。21位か。でも明日なんかね、2倍でみたいだよね。しかもジャックポットの当たる確率も2倍ではないけど 1.5 倍になるみたい。ジャックポット以外の確率が2倍になるみたいだね、当たりがね。明日のなんかクリスマスイベントアイテム。こんばんは。今まではジャックポットは2倍になんなかったんだけど、ジャックポットも 1.5 倍になるらしい。ジャックポット当たったんで、ごめんなさい、ありがとうね。リースのね、クリスマスのリースのジャックポットで1万2000いくらだっけ、いくらか来たんだよね。1万2000ぐらい。2倍ででも投げてくれる人いないからな。あー、まあ正直投げられなくなってるね、最近は。あんまり、泣いてるの？いや別に泣いてないですけど、いやー、たまにはもうほんととんでもない爆投げとか来ないかな。よいしょ。本当にさ、前澤さん1000万フォロワーいるけど、実態は多分半分の500万ぐらいだから、応募したろから約25から30くらい。
ていうか、そう、福若とかもあるじゃん。今回のなんかこの抽選ってどこまでその重複アカウントをあれですよね、省けるかが鍵なんですよね。そうで、もちろんツイッターフォローしてないけど、なんだろう、抽選するって人もいるかもしれない。まあでも基本なんかさ、最初はさ、なんかツイッターのフォローがなんか必要な感じはあったんだけど、今多分ツイッターのフォロー必要ないじゃん。まあでも基本的にはツイッターフォロー してる人多いと思うのよ、参加する人は。年には年を入れて。で、それで1000万ってことは、で、重複アカウントも考えたら、あと、もちろん、そのフォロワーみんながみんな、応募するわけでもないと思う。まあ、前澤さんのフォロワーはほぼお金もらうためのアカウントだとは思うけど。まあでもステマですよ。このギフタウンっていうアプリでなんか商売始めるんでしょ。このギフタウンっていうアプリをみんなにダウンロードさせて、多分これでペイサービスかなんかを多分展開していくんじゃないの。現金の代わりにペイペイみたいに、なんかこういろんな加盟店でなんかこう現金の代わりに支払えるっていう。で、そこで、あれですよ、中抜きをして、中抜きっていうか、その、ほら、決算手数料。決算手数料を加盟店からもらうっていう、要するにペイペイみたいなビジネス。まあ、クレカとか、ペイペイみたいなビジネスを多分やるんじゃないの、知らないけど。もしそういう感じのステマじゃなかったら、本当にガチでお金配っただけになるけど。で、何回も言ってるけど、例えば楽天カード作るだけで1万8000ぐらいもらえるからね、ポイントサイトとか経由すれば。既存のやつ、俺ずっと前から言ってたけど、いくらでもあるから、そんなの。クレカ作れば別に最初の初回のだけで1万2万とかさ、余裕でもらえるから。楽天カード作って7000円もらった。今だったら8000ポイント。プラス、ハピタスってサイトを通せば1万もらえる。あと、自己足とか通せば本当に、だってさ、楽天なんて3万ぐらい払ってるよ。そのアフィリエイト業者にも払わないとだし。まあもちろんみんながみんなアフィ通してもらうわけじゃないから、8000だけのとこもあるし、中にはその8000ポイントすらもらわない人もいるんだろうけど。それでも結局回収できるんだって。既存のサービスのやつだと俺ずっと昔から言ってるからね、そんなの。だ、言った通りだったし、まあわかんないけど、まだギフタウンがね、本当にちゃんとそのなんていうの、収益上げていくようなアプリかがわかんないから、そのペイサービスとか導入するのかもわかんないからね。今のところただ今のところギフタウンってただなんか前澤さんからのお金受け取るだけの機能しかないわけでしょ。まあ、機能しか発表してないというか。まあでも多分ペイサービスみたいなの導入して、結局それで商売するんじゃないの、知らんけど。多分ステマだと思うけどね。トイレ行きたいな。ちょっとトイレ行ってこようかな。トイレ行ってきます。よっ、100万とか本当に当たるの？まあ一応当たるんじゃない。ちょっとトイレ行ってきます。
100万とかも当たるんじゃないですか。全然不可能じゃないっしょ。まあもちろん確率は低いだろうけど。あとね、いろんなこれねポイントがあるのよ、前澤さんのこのお金配りって。これってあくまで現金でもらえるんじゃないのよ。うん、今のところ使用用途がわからない電子マネーなんですよ。寄付タウンっていうなんかところから電子マネーとして受け取るらしいんだけど、その電子マネーの使用用途が今んところわかんないの。うん、だ例えばペイペイとかだったらペイペイ加入してるお店で使えるやん。でもそのギフタウンでもらえるその電子マネーってペイペイとかラインペイとかそういうね既存のやつじゃないのよ。つまりそのギフタウンの電子、マネーって今のところその世界で使えるとこ1店舗もないのよ。じゃあそれをどうやって使うようにするのっていう。現金じゃないから。だからその、なんだろう。もしかしたらだけど、その前澤さんが運用する、その会社でしか使えないポイントかもしんないし。うん。で、そしたらさ、前澤さんの会社で結局利用した場合、ほとんどの人に500円当たるわけじゃん。で、それで、例えば前澤さんがね、その運用してる会社で多分1万円の商品があったら、1万円の商品を買うために、買うためのその500円の要するに割引券みたいな形になるんで、1万円の商品をか売ってるってことは、それでちゃんと儲けが出るように設定されてて、500円割引してもそれでも十分その商品を買った時に利益が出ちゃうのよっていう可能性もあるのよ。うん、あとそれがもし500円がそのままなんかね、ペイペイとかラインペイみたいになんか加盟店とか、まあ、マックでも何でもどこでもいいけどっていうところで使えるようになるんだったら、まあ、実質500円みたいなもんなんだけど、うん、だそうだとしてもだよ、そうだとしてもさっきも言ったけど、例えば楽天カードあるじゃん、楽天カードって作るだけで0円から3万円ぐらいはかかるのよ、その楽天がね新規の人に配る金額、加入者にね。楽天カード作りました。まあ、有名な例で出すけど、他のクレカ業者もいっぱいあるけど、例えば有名なところで行くと楽天カードね。楽天カードで、新規で作ったら、ちょっとした条件を満たせばもう8000ポイント利用者に来るのね。うん。で、それってでも結局その8000ポイントを獲得しない人もいるし、獲得したとしても1年以内に使わないとそのポイントで消滅するから、そういう人は本当に楽天のその最初の新規の8000ポイントもゼロになるわけ。っていう人も中にはいると思う。うん、でも簡単な条件で8000ポイント多分来るから、基本的にはみんなね、まあある程度の人はやっぱ8000ポイントもらいに来る。でその時点でも楽天って最初に8000配るわけじゃん。でさっきも言ったけど、例えばハピタスとかだと1万それとは別にアフィリエイト、自己アフィの金額が来る。でさらにハピタスのサイトにも来る。で他のハピタス以外のポイントサイト以外にも自己アフィをやってる会社があるのよ。でそういうところでも多分そういうフルで自己アフィとか経由したりとか、人のアフィリエイト通して、入った人とかは、まあ、大体最初に初回に3万ぐらいは入っ、かかるわけですよ。楽天は。だから楽天だとしても、一人の新規加入者を、募るのに楽天カードの場合だけど、3万ぐらいは最高配んの。0円から3万ぐらい配ってるから。うん。で、楽天以外にもいろんなとこもそうよ。うん。だから別にね、前澤さんだって、新規加入者に、ポイントタウンの、あ、ポイントタウンじゃねえ、寄付タウンか。寄付タウンの、人に、まあ、ほとんどの人に多分500円だと思うけど、楽天でもまあ、カードではあるんだけど、楽天の方はね。うん。でも3万、最高3万配るわけで、でもみんなにさ、500円ずつ配っても、で、100万とかも当たるにしても、平均的なさ、一人当たりの金額が、別に数千円ぐらいにはできなくはないと思うんだよね。うん。で、結局なんかその、なんだ、その寄付タウンを、だからそのペイペイとかそういうものの、なんていうの、
決済サービス、電子マネーみたいなものにして、そこから結局商売につなげたら、結局多分回収できると思うんですよね、それが流行れば。うん。結局。だからまあ、ぶっちゃけだからお金配りとか言ってるけど、まあ多分捨て間だと思うんですよね。うん。それか、最悪そのなんか500円、ほとんどの人に500円が当たるけど、その500円を使うのは結局、前澤さんの運営してる会社の商品の実質割引券みたいな形で、結局500円の割引券使っても、その前澤さんの会社が儲かるようにできてるとか、うん、多分どっちかだと思うんだよね、ぶっちゃけ。だから、お金配るとは名ばかりのもの。うん。だぶっちゃけお金配りってのは名ばかりで、うん。それはないやろ、ビザで使えるって言ってる。あ、そうなんだ。ビザカード加盟店だったら使えるって言ってんの。あー、じゃあそれだったらまあ、そうだね。あ、そっか、言ってたかも。そんなこと言ってたかも。あ、ビザ加盟店だったらどこでも使えるってこと？あ、じゃあ、あれですね。うん。その前田さんの会社で、しか使えないってことはないのか。うん、まあ、にしてもだよ。にしても、結局ほら、うん、既存のなんかさ、クレカでもペイサービスでも、新規でね、ポイントもらえたり、自己アフィ投資したらさらにもらえたりなんて腐るほどあるから、今。それと変わんないよね。それのなんか言い方というか、やってることは一緒なんだけど、それの言い方変えただけっていうか。うん。なんだったらさ、アフィリエイト業者にも結局お金払わないといけないじゃん。そこの、だから要するに、コストを減らしてる感じだよね。自分で話題性をなんかかっさらって。うん。さっきも言ったけど、楽天カードとかでさ、結局そのアフィリエイト業者にも1万以上は渡してるだろうから、一人、アフィ経由で作った人いたら。だからそこの1万をむしろお得になってるっていうか、あと、他のところのがもっと配ってるっていうか。まあ、100万のその、なんだ、500円以上の金額がどれぐらいの確率当たるのかわかんないけど、まあ、それの平均値によって、あくまで1回あたりの、その、最低500円、最高100万円の、1回あたりの期待値がわかんないからね。その確率がわかんないから。うん。楽天カードもお金配り。いや、てか、どこのクレカ業者もそうよ、基本。うん。最初にだからお金配って人釣っといて、でもそれでも後々回収できるのよ。余裕で。余裕で回収できるから、カード会社は。だから最初、呼び水で、そうやってお金配るんだよ。でもそういう世の中の、仕組みを知らない人は、いきなりなんかカードってちょっと怖いイメージ持ってる人もいると思うのよ。なんかそのリボ払いとかさ。あとはなんかそのカードが怖いとか、なんか悪用されるとか、なんかそういうイメージ持ってる人もいると思うし、カードイコール怖いみたいなイメージを持ってる人も多分世の中いるから、そう。そんなカード作っただけで、最初に何千円とか何万円もらえるわけない。絶対裏があるんだとかって思う人がいるのよ。世の中のこと知らない人が。うん。絶対そうなんですよ、世の中って。まあ、別に全然あれなんだけどね。カード会社によってはそのなんかね、悪用された場合はなんかいくらまで保証するとかってそういうのもあるし、あと、リボ払いさえしなければ、結局、消費者はお得でしかないからね。結局、加盟店が結局、その、損するだけだから。でも、損して得取れっていう言葉もあるけど、加盟店は結局損しても、その、課金のね、方法を増やすことによって、なんか商品が売れるようになるし、あと中にはね、一括払いじゃ買えないけど、リボだったら買えるよって人が買ってくれたりもあるだろうし。まあだから、結局その、加盟店は、カードとかね、ペイサービスの。結局、あれですよね。ほんと、損してお得を取れっていう状態だから。うん。あと、クレカの場合は、中にはその、なんていうの、リボ払いをして、プラス金利で儲けるっていう、そういう利用者も中にはいるし、だから二重で儲けてるんですよね、クレカ業者は。普通になんかリボ払いじゃなくても儲け出るんだけど、リボ払いにしてくれる利用者からしたら、さらにその金利で、ねえ、プラスで、プラスアルファでさらに、ドカって稼げるから。
まあそんなこんなでね、こんばんは。500円、はあ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 、結局全然23位か。明日は2倍でやな。これだったらクリスマスアイテムは明日になってもらった方がいいかも。どんだけ差があるかわかんないけど、23位じゃねえ。明日だったらもうランクイン知らなくても2倍になるから、ね、しかもジャックポットも 1.5 倍だからね、当選確率。うん、 1.5 倍ってことは1000分の1が750分の1になるっていう感じか。まあ、その分積み立てもね、少なくなってはいくけど。ふわっちだけで食えてるの。まあ、最近正直ね、もう投げ銭がだいぶ減って、結構今やばいっすよ、マジで。うん。ナイスとかも全然ね、やってないっていうか、そもそもやってもあんま取れないだろうし。うん。いや、あ、もうすぐで明日になるな。一緒に寝てるみたい。あ、そうですか。あ、なるほどね。眠りながらスマホとか見てると、こう横になってね、眠りながら横になってスマホ見てると、僕が横にこう布団で寝てるからってこと。なるほどね。アイテムは来ないんですか。いや、最近マジで減った。うん。最近はマジで減ったよ。だって俺、マンスリーなんて2ヶ月連続300位入ってないからね。うん。300位にも入んないんだよ。うん。閲覧とかフォロワー数で言ったら間違いなく300位内入ってるけど、マンスリーだけは、まあ、要するに投げ銭ですよね。300位にも入ってない。うん、ふう。
あれだな、24時回ったら一回枠問い直すか。なんか枠問い直さないと2倍デーが反映されない可能性あるから。あー、ゆうさんです。あー、ちょっと、もう、ありがとうございます、でも。24時回ってからの方が2倍でになるからね。まあ、正直もう23位じゃ絶対もう無理だろうから、残り2分とかだと。でもありがとうございます。あ、クリスマスアイテムで、ね、投げてくれる方は、さすがにもう今からね、順位なら無理だと思うんで、ちょっと24時回って枠切り直してから投げてほしい。さすがにもう今から無理でしょ、残り2分とかで。この23位からは、うん、あ、回った。じゃあちょっと一回枠切り直します。